こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は儒玉です。長寿の尊さを玉に例える言葉です。それでは今から儒玉を草書で書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。